わからないくらい遠かったんです。あ、そうそう、ほら。先輩じゃねえんだからよ。やめれや、サングラス。じゃあ持って帰ってんの。まあまあまあ、それはそれでいいけど。まあでもそこのケースのどれかにもある。俺入れてるはずだよ。うん。多分な。なんや。うん。笛先輩は犯罪や。でも返したからいいじゃん。うん。どこやったっけな。いや、どっかね、探せば出てくんだよ。じゃあ、うちが捨てたって。やめてよ。なんで捨てるんよ。お酒？お酒もうここないよ。じゃあ、あの、ないか。うん。おう。ほら、あれが一番俺の持ってるサングラスとかメガネの中で高いもんよ。え？違う。違う。黒のあるじゃん。え？黒のサングラスの違う、メガネ。もういいや。まだ早い。あと8分で終わるで、7時で。うん。どうした？あ、挟んでるってこと？大体挟まるんだよ、そこ。何飲んだ？コーヒー。あ、ブラックの？うん。いや、いいよ。うん。俺ブラック飲めねえもん。なぜ？お子ちゃまの？胃が痛くなっちゃうんだよ。ああ、わかる。うん。だからミルク入れねえとダメなの。甘くなくてもいいんだけど、ミルクは入れないとダメだ。いやいや、みんなね、朝まで元気だね。今日何曜だっけ、坊ちゃん。今日は土曜日。明けて土曜か。多分土曜日。めっちゃ人混みかもな、飲食店。佐野さんブラックだと思って、ダメダメ。俺、ブラックコーヒーは、胃が痛くなっちゃう。お寿司屋の上がりに1個コーヒー入れる。何？お子ちゃま、
お寿司屋の上がりに氷1個入れるお子さん。うん、暑いからな。でこじとじゃない。あ、すいらっしゃい。ブラックは俺ダメだね。うん、俺さ、なんかいつも最近こんなのばっかかけてるけど、何をかけてる？サングラス。ああ。どこ行っちゃったのかな、俺。絶対どっかにある。絶対。絶対って言ったら。絶対どっかにあるんだよ。もう G、X を X っていう数学の、数学の教師か。なんかめんどくせえことになってんな。違うよ、このメガネケースもう一個あったけどね。絶対このテーブルの上にあるから。これがプラダちゃん。してる、知らんけどな。俺ほんとどこ行ったかな。どっかそこら怒ってんべや。俺結構メガネケースのまんま入れっぱなしでどっかぶん投げたりするから。こんなあるやん。どこが、ね、さっき何がどこにとか言ってたんださ。うん、だってあのメガネあんまりかけないもん俺。俺サングラスばっかり。クロマハーツのね。知らねえよ。うん、まあ、知らなくていい。クロマハーツだ。クロマハーツとか言ってんじゃねえよ。あとでお仕置きだからな。まあ、ちゃんとちゃんとお仕置きとか言って一回お仕置きだべっちゃ。誰だっけそれ真似すんの。お前とこコラボ上がって。ああ、いろいろもんまでうまい。だから俺が高地登るやるときにかけるメガネだよ。知らねえよって。パチモンが売ってたな。それがパチか本物かはドブリンがわかるの。あ、日本の国内のアクセサリー屋さんで買ったって言ってたね。うん、そのアクセサリー屋さんは信用できない。あ、だから俺のヘッドがそこで買った時にあのヘッドが10万円したから。ブレスレットが24万円で、うん、あの死んだら終わりやで。死んで埋められたら分からへん。だってよ、そんな程度で人殺しなんかするやついたら面白いよ。浮かれてるやつはするよ。いや、まあまあまあ、その人の知り合いが浮かれてるかどうか分からんけど、うん、まあ 2,3 発ぶっからされるだけだろ。また歯抜けんな。若い衆が勝手にやったことだからな。知らないよ。うん。その人の責任にはならない。ああ、言い逃れですか、ボギーさん。はい。おい。
若い衆が勝手にやったことだから今それ通用しないんですよ。はい、今は通用しないです。はいね、15万とか、あいつらならやりそう。そうかな、大丈夫じゃねえ、そんなの。いちいち俺のことなんかもう相手にしないと思うよ。うん。もう佐野のことなんかどうでもいいと思ってんだよ。だってギャンさんって昔ユイガの囲いだったんだよ。うん。都合のいい解釈が通じなかったら警察呼ぶだけです、ボギーさん。はい、もう心コメントだけで警察呼べるからね、俺。ああ。何若い衆って。いや、俺ちょっと怖いんですけど。これスクショして警察呼ぶよ、俺。ああ。江口とか破壊だならやりそう。はい、ボギー、ブロックです。はい、ブロックで逃げました。違うの。これブロックされて逃げるパターンだから。ブロックされたかった。ボギー初めてじゃないの、最近で。うん。何時頃呼ぶの？いや、相手がピンポン鳴らしたら100トン前に決まってんじゃねえかよ。ゴン太郎さん、おはようございます。あと26分お付き合いください。珍しくでも坊ちゃん今日水買ってもなかったな。あ、でもアイスコーヒーじゃない。あ、いいんだけど。うちブラックでいいよ。うん。痛くなんねえよ、お前。いい弱いとか言ってたから。ペットボトルブレンディーとか100円のやつは結構いいんだ。あ、そう。ハリーズとか、ドトールとか。ちゃんとしてる。うん。くらないでくれ。佐野さんはスターバ、あ、ドブリン、俺はタバコ吸うからスターバックスとか行かない、絶対に。ドトール行くだけ。おかわり取ってくれ。ごめん、じゃあ、ボケて怪我すればいいなと思って。